into the mirror. Following your heart, but you silence the fear. And you deserve it. You deserve it.皆さんこんばんは。だいぶお久しぶりの投稿になってしまいました。くるみです。今日はね、夏の Get Ready With Me を撮りたいなと思ってカメラを回しました。この日は風邪ひいてた息子がようやくね治って保育園行けて、で旦那も出社だったので一人で過ごせる優雅な朝でした。アクエリアスに炭酸があるって知ってましたか？私知らなくて、見つけた時思わずテンション上がって買っちゃいました。朝ごはんは食べない日も多いんだけど、こうやってサラダとかねちゃんと食べると一日の満足度が上がりますよね。最近ね、家の近くにねこうサラダ屋さんみたいなのが結構できてて、テイクアウトできるようになってすごい地味に嬉しいんだよね。今の時期は紫外線が怖いから、ビタミン C はね特に必ず取ってます。本当はね絶対お水で飲むべきなんだろうけどね、アクエリアスで飲んじゃう。こういうところねめっちゃ横着。ボンジョンヨの部分用シートパックを使っていきます。すごいね大きいシートに化粧水が含まれていて、これをすることでメイク持ちが良くなるし、肌を冷やしてくれるので赤みを取ってくれたりする効果があります。部分用だからね簡単だし、 2,3 分肌を冷やすだけでねだいぶメイク持ちが違うので、これをやっています。特に今みたいな暑い日はすっごいねもう毛穴とかも開いちゃうので、私はこれをね冷蔵庫でギンギンに冷やして使ってます。めっちゃ気持ちいいのでねやってみてください。お次はカネボウのベイルオブデイを塗っていきます。もうねカネボウの回し物かっていうぐらいこれ紹介してるんだけど、本当にこれがなきゃメイクできないのよ。それくらいもう保湿力が抜群だし、さらに日焼け止め成分も入ってくれているので推しです。推しメイク下地はマットピーチのモイスチャートーンアップエッセンスを使っていきます。ほんのりねピンクになっている下地で優しく肌をトーンアップしてくれます。これ本当はねスパチュラ塗りを推奨しているブランドで、ファンデとか下地とかはスパチュラで塗るといいよっていうブランドさんなんだけど、もうこの日はめんどくさいからね手で塗っちゃいました。手でもね全然大丈夫。そして首もトーンアップさせるために首にも広げて塗っていきます。顔との境目をなくすのはもちろんなんだけど、あの日焼け止め成分も入ってるので紫外線よけっていう意味でもここまでね広げて塗っています。はい、お次はセフィーヌのフォーサロンズクリエーションコンシーラーの真ん中のオレンジっぽいコンシーラーの色を使っていきます。クマがひどいんでね、クマにはオレンジのコンシーラーで隠していきます。オレンジ色を使った後にちょっと明るめのライトベージュみたいな色でさらにこう上から重ねていくとクマが隠れやすいので2色使ってみるといいと思います。そして小鼻の周りは絶対必須、口角のところもね黒ずんでるのでここを明るくカバーしていきます。ファンデーションは最近の私のすっごくお気に入り、ワイワのセラムフィットフルカバーグローファンデーションの17番っていうね一番明るい色を使っていきます。このファンデ本当にツヤがすごくてですね、もうツヤンツヤンになります。見てこのツヤ、わかる？お粉はナーズのプレストパウダー、使いすぎて割れちゃったの。これをパフでつけていきます。前までねブラシでつけてたんだけど、パフで軽く押さえるようにつけた方がツヤを消しすぎない感じで綺麗に押さえてくれるのでいいことに気づきました。で毛穴はねこう下から上に向かって塗るようにしています。このね大きめのパフ使うのおすすめ。崩れないように一度ここでメイクキープミストをかけていきます。眉毛はキングダムのこのねちょっと変わったアイブロウアイテムを使っていきます。リキッドなんだけど乾くとねピタッと密着してパウダーみたいな感じになるっていうね、なんかすごい不思議なねアイテムなんだけど、最初リキッドだから本当に密着がすごくってね、汗とか皮脂とか水とかにすごい強いアイテムなんですよ。なのでねこの時期すごいぴったり。形を整えるためにコンシーラーで少しね削っていきます。アイブロウマスカラはエトゥセのアイエディション EX01 番アッシュミルクティーを使っていきます。
アイメイクはスナイデルビューティーのフェイススタイリストの01番を使っていきます。このパレットのラメが本当に綺麗なの。もう細かいラメがキラキラ光ってすっごい目が綺麗になります。上の段の真ん中のオレンジ色のカラーを取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。一番右のハイライトのカラーで目頭にくの字にハイライトを入れていきます。下まぶたのベースをチャコットのクレヨンコンシーラーで作っていきます。明るいライトベージュの色味でぷっくりさせたい部分に仕込むと立体的な目元に仕上がるんですよ。でチャコットは舞台用のブランドなので崩れにくいしよれにくいので夏場にぴったりなコンシーラーペンシルです。黒目の真下にコンシーラーを仕込んだら端っこの部分はちょっとブラシでぼかしていきます。先ほど使ったスナイデルのパレットの一番右側の色をコンシーラーの上に重ねていきます。細かいラメが乗ってすごい綺麗な涙袋に仕上がります。涙袋の影にはミュードのペンシルライナーを使っていきます。ベージュ系のブラウンのアイライナーなんですけど、こちらを涙袋の影にハの字に入れていきます。めっちゃね濃く描きすぎちゃって必死にブラシでぼかしました。自然になるようにねしっかりぼかしていきます。こんな感じでぷっくり涙袋ができました。左上のラメを取って黒目の上に指でトントンとラメを乗せていきます。めっちゃ綺麗な光り方。ケイトのスーパーシャープライナーでアイラインを描いていきます。これはすっごいペン先が細くてかなり細いラインも描けるアイライナーです。いつも通りねこちらを目尻に入れていきます。しっかりこう目の横幅を足すようなイメージで伸ばしていきます。ブラウンのアイシャドウを取って目尻の三角ゾーンを埋めていきます。ここでねちゃんとまた横幅を足すようなイメージ、この影を入れることがとっても大切です。マスカラはエチュードのカールフィックスマスカラを使っていきます。ベタッとつくので一回ティッシュオフすると綺麗についてくれます。なのでティッシュオフおすすめ。こちらのマスカラはすごいブラシが細いので細かいまつげもキャッチしやすいです。で下地なしでも結構カールが長持ちするのでこうずっとねくるんと上向きなまつげになってくれます。次は鼻を作っていきたいと思います。カラーグラムのシェーディングスティックを使っていきます。眉頭を逆ハの字に、そしてこの小鼻の溝のところと鼻筋の中央のところに斜めに、さらに鼻下と唇の下にも影を入れていきます。シェーディングの後は明るくしていきます。コンシーラーパレットの一番明るい色で鼻のてっぺんとこの付け根のところまっすぐ描いて、で先ほど入れたシェーディングの隣の部分にもハイライトとしてコンシーラーを入れていきます。でこちらをしっかりとぼかしていきます。こんな感じでちょっと鼻がちっちゃく見えるの分かりますか。チークはラカのお気に入りのものを使っていきます。入れる場所は手でこう作った L の中を塗るようにして、上の方になるようにね塗っていくと失敗がないんですよ。柔らかいピンクベージュみたいな色味です。リップはセザンヌのリップカラーシールド2番のオランジュベージュの色味を使っていきます。660円なのにすっごく綺麗な発色でスルスル塗れます。まずは唇の山の部分を埋めていくような感じ。ちょっとねオーバーリップにしたいので先にねここの山の部分を埋めていきます。でその後ちゃんとベタ塗りしていきます。ほんとねおしゃれな色なんだよね。プチプラに見えないぐらいティントじゃないのに色持ちも結構良くておすすめです。最後に
シェーディングでちょっとこう口角が上がったように見えるようにね、影を入れて完成です。前髪にはバングメイクマスカラっていうね、前髪専用のマスカラを使って束前髪を作っていきます。少し束を出す感じが最近のマイブームです。そして髪の毛にも紫外線カット効果のあるスプレーをかけていきます。これ使った後床めちゃくちゃ滑るから気をつけて。この日はすっごく暑かったので、見た目だけでも涼しげにっていうことでオールホワイトのコーデにしました。アクセサリーはゴールドで統一するのが好きです。ピアスは自分でハンドメイドで作ったやつ、これ販売しようと思って今コツコツ作ってるからちょっと待っててね。こんな感じの私の夏の朝準備でした。オレンジ系のメイクとゴールドのアクセサリーすると一気に夏っぽくなって可愛いですよね。では扇風機を共に出かけていきたいと思います。バイバーイ。